はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね。 バフェットが保有している銘柄のトップ5を徹底比較していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですが、この商品って実際のところどうなのみたいな疑問についてお答えするデータ検証動画を日々作っておりまして、この動画ではですね、同期間における各銘柄のパフォーマンスの違いと、上昇相場と下落相場における各銘柄のパフォーマンス、この2つが主な分かる内容となっておりますので、よろしければ最後まで見ていってください。 はい。では、まず、基礎データーからさらっていきましょう。今回ですね、取り上げるやつなんですけれども、一応ですね、2022年の9月末時点で、バークシャーハサウェイ、まあ、要は、あの、投資の神様の、えっと、ウォーレン・バフェットさんですね、その人が、えっと、経営している会社がですね、持っているトップ5名柄、それがアップル、バンカメ、シェブロン、コカ・コーラ、アメックスになるんですけれども、このですね、5つのパフォーマンスを比較していきたいと思います。で、一応ですね、S&P500 のインデックスファンドの SPY と、 ののインンデックスファンドてて比較しいいいきたいと思いますで、継承期間なんですけども、一応ですね、同期間比較していきたいので、なんで、999のデータの視点に合わせて、1999年の3月10日から、2022年の11月30日までとさせていただきます。で、見ていくリターンは、基本的に1年間のリターンで、リターンの種類自体は、配当を受け取らずに再投資した場合のリターンの配当込みのリターンで見ていきます。 で、注意点の下とありまして、えー、まあここから見ていくパフォーマンスなんですけども、えー、これの再現性は保証されていないっていうことと、あと、検証期間を変更すると、パフォーマンスが違ってくるかもしれない。えー、この2点をご留意ください。で、具体的に比較していくものなんですけども、えー、まずはですね、えー、このえっと5つの銘柄なんですけども、えー、これのですね、1年間のリターンの上昇確率と下落確率を見ていきます。で、その後に、平均リターン、標準偏差、シャープレーションと見ていって、 で、もう5つ目にですね、えっと、インデックスに対する相関係数。まあ具体的には SPY と999に対する連動性ですね。こいつを見ていきます。で、最後に SPY と999がそれぞれ上昇した時と下落した時。つまりはアメリカ株全体が上昇相場だった時と下落相場だった時に、この5つの銘柄はどうだったのか。こいつらを見ていきたいと思います。では早速やっていきましょう。 はい。ではやっていきます。一応ですね、ここから見ていくものなんですけれども、用語の解説が、動画の概要欄のところに書いてありますので、必要な方はそちらも見ていただければと思います。で、とりあえずサンプル数どんなもんじゃいっていうふうな形で確認していくんですが、基本的に5723個と、まあ結構多いなっていうふうな。 え、そんな形になってるみたいです。で、じゃあこの三分のうち、どんだけが上昇して、どんだけが下落したのかっていうふうな形なんですが、まあこれ見るとですね、まあ大体7割方ぐらいは上昇していたっていうふうな形で、で、これそもそも SPY と999もですね、76%と78%っていうふうな、それぞれ上昇確率っていうふうな形になっているんですが、この5つの銘柄ですね、これ自体はですね、まあ、ここらの上昇確率と比べると、まあそこまで下がないなっていうふうな形ではあるんですが、まあいずれにせよですね、まあ70%近くは上昇していた、 ってふうなそんな形だったみたいです。で平均値段を見ていくんですけども、この期間ですね SPY が8.39。 で、999が11.82と、まあ堅調だったなっていうふうな感じのアメリカ株相場なんですが、えー、ここのですね、えっ、ー、と、アップル、バンカメ、シェブロン、コカ・コーラ、アメックス、えー、こいつら見ていくと、まあ圧倒的にアップルがですね、えー、平均リターン高くて、40.79っていうふうな形になっているんですが、えー、他の銘柄まあちょぼちょぼっていうふうな形で、で、一番ですね、え、リターン自体が悪かったのは、コーラで、え、6.89っていうふうな形で、えー、これはですね、SPY よりも低いリターンっていうふうな形になっていたみたいで、えー、ただ、えー、他の銘柄に 関して言うと spy よりもですね、まあ、若干いいリターンだったというふうな、そんな形だったみたいです。で、お次にリスクの大きさを見ていくんですが、まあ、基本的にこの spy と999、こいつらとの比較で見ていけないと思うんですけども、 これで見ていくとですね、ここの SPY よりもリスクが低かったのはコカ・コーラだけで、あとは基本的にはですね、SPY よりもリスク自体はたくさん取っていったってことがわかるんじゃないかなと思います。で、お次にシャープレッションを見ていくんですが、まあ、えっと、リターンはですね、まあ、このアップルが圧倒的に高くって、他のですね、コカ・コーラ以外の銘柄は SPY よりも高かったんですけれども、シャープレッションで見た場合にはですね、まあ、そうでもないなっていうふうな形ですね。で、アップルは、えっと、さっきのリターンと同じくですね、 まあ、圧倒的にシャープレッシオ自体も高いんですけれども、他の銘柄見ていくとですね、まあ、コカ・コーラはリターンは低かったんだけども、ただ、シャープレッシオで見てみると、まあ、SPY とそんなに変わらないなというふうな形で、で、ここのバンカメ、シェブロン、アメックス、ここら辺に関して言うとですね、まあ、シェブロンはまあ若干勝ってはいるんですけども、ただ、バンカメとアメックス、まあ、要は金融系の銘柄ですね、 え、ここからに関して言うと、え、SPY よりもですね、まあ、基本的にシャープレーションが低いなっていうふうな形なので、え、それなのでこのバンカメとアメックスに関して言うと、リターン高いけれども、それ以上リスク取ってるから、まあ、だからシャープレーション的には SPY よりも低かったっていうふうな、そんな形だったことがわかります。で、お次にインデックスに対する相関係数を見ていくんですけども、え、これ見るとですね、まあ、基本的にこのアメックスはですね、え、この SPY と999、え、いずれもですね、相関係数高いっていうふうな形になっているんですが、他の銘柄を見ていく アップルもそれなりに相関はあるんですけども、ただですね、この SPY と比べてみると、というか連動性で見てみるとです、ね、そこまでむちゃくちゃに相関係数自体は高くないなというふうな、そういったことが分かるんじゃないかと思います。特にこのシェブロンなんかだと まあ、結構ですね、相関弱くなっていて、まあ、999との相関は、基本的にはですね、まあ、弱いっていうふうな形にはなってはいるんですけども、ただ、全体的に見てみるとですね、まあ、えっと、一応、純相関ではあるんだけども、まあ、そこまで無茶苦茶に強いっていうふうな、そんな形ではないことがわかります。で、お次に、SPY が上昇時の平均にターン見ていくんですが、基本的に SPY が1年間で上昇した時っていうのは、平均して16%上昇していたみたいなんですが、えっと、基本的にアップルとバンカメと、 シェブロンと、えっ、ー、と、アップル番あとアメックスですね。え、ここに関して言うと、えっ、ー、と、SPY よりも上昇幅は大きいんですが、シェブロンは若干負けていて、え、コカ・コーラは、え、アメリカ株全体が上昇している中でもですね、まあ、大体その半分ぐらいの上昇幅しか達成できていなかったことがわかるんじゃないかなと思います。で、え、アップルは脅威の57.44っていうふうな形なので、まあ、それなので、え、このトップ5ですね、え、これはアメリカ株全体が上昇したらですね、まあ、上昇しなくはないんだけども、 その中でもアップルが一番力強く上昇していって、で、コカ・コーラはですね、まあメジャーではあるんですけども、ただあんまりですね、アメリカ国全体の上昇の恩恵っていうのは、まあそこまで受けてないなっていうふうな、そんなことがわかるんじゃないかと思います。 じゃあ逆にですね、SPY が下落した時にどうだったのかってことを見ていくんですけども、SPY は平均してマイナス15.63%の下落だったんですが、他の銘柄見ていくと、Apple が11.75で、バンカメが10.41、シェブロンがプラス0.69、コカ・コーラがマイナス1.78で、Amex がマイナス20.75っていうような形なので、まあそれなんで一概には言えないんですけども、まあ、少なくともここのシェブロンと コーラに関して言うと、アメリカ株全体が下落している中でもですね、まあ、この2つはですね、まあ比較的下落していないというか、むしろシェブロンは上昇しているくらいっていうふうな形でして、で、アップルとバンカムはまあ順当に下落しているのかなっていうふうな形なんですが、ただ、アメリカ株全体が下落したときには、このトップ5の銘柄の中では、まあ、アメックスが一番ですね、そのアメリカ株全体の下落の煽りを食らったっていうふうな、そういったことがわかります。 で、お次に、一応999が上昇した時もどうだったのかってことを見ていくんですが、打って変わって999が上昇した時は、平均して23.13の上昇だったんですが、この中で一番上昇幅が大きかったのが、アップルで、脅威の56.45と。で、他の銘柄見ていくとですね、ま、さっきと同じような形ではあるんですが、まあ、ンカメ、シェブロン、アメックスは、ま、順当に上昇しているって中で、このコ,コーラはですね、まあ、全然ですね、上昇幅自体は大きくなかったってことがわかるんじゃないかと思います。 まあそれなので、これがアメリカ株全体というか、S、S&P500 だっても、ナスダック100だっても、アメリカ株が上昇したときには、一応コカ・コーラ自体は上昇しはするんだけども、ただその上昇幅自体は、結構、控えめに見積もっておく必要があるんじゃないかなというふうな、そんな形になるんじゃないかと思います。で、お次に999が下落時の平均リターンを見ていくんですが。 999は平均してマイナス27.37%の、まあ、結構大幅な下落っていうふうな形だったんですが、これ見ているとですね、まあ、このシェブロンとコカ・コーラに関して言うと、コカ・コーラはマイナスではあるんだけれども、まあほとんどですね、下落していないっていうふうな形で、でシェブロンに至ってはですね、むしろプラスのリターンが出ているっていうふうな形みたいです。で、アップルはですね、まあ意外と999が下落してもですね、そこまで下落の幅自体は、この999の1 2分の1ぐらいっていうふうな、そんな形だったみたいで、 で、バンカメに関して言うと、えー、さらにその2分の1っていうふうな、えー、そんな形だったみたいです。えー、ただ、えー、なんやかんやで、このアメックスがですね、えー、マイナス19.05と、えー、一番下落しているので、まあ、それなので、えー、このバフェットがですね、まあ、っと、2022年の9月の末時点で保有しているトップ5メ、えーカこれ、なんとなく見ていくと、 えっと、アメリカ株全体が、えー、上昇したときに、まあ一番ですね、恩恵を受けられそうなのが、えー、アップルで、で、逆にアメリカ株全体が、えー、下落したときに、まあ一番やられそうなのが、えー、アメックスっていうような形で、で、s h e v r とココーラに関しては、まあ別にアメリカ株全体の影響うんぬんっていうよりかは、まあその、えっ、ー、と、その銘柄そのもののパ、えー、フォーマンスがどうなるかっていうふうな、えー、そういったことがですね、影響するっていうふうな、えー、そういった形になるんじゃないかなと思います、えー。とりあえず、えー、これが、えー、999下落時の平均リターンで、で、これで動画 はい、というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりまして、えー、リクエスト、質問、感想をお待ちしておりますので、えー、よろしければコメント欄に書いてください。で、あと今後の励みになりますので、えー、高評価とチャンネル登録をしていただけると、えー、非常に嬉しいです。はい、というわけで今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。